オラトドス、皆さんこんにちは、マリコです。スペイン語にも日本語と同じように、たくさんの格言やことわざがあります。哲学的な意味を持つものから軽い意味のものまで様々ですが、こうした表現を知っておくと、スペイン語の理解が深まり、自分の表現の幅が広がること間違いありません。ということで、スペインでの日々の生活の中でよく耳にすることわざを100種類厳選しました。こちらを全100本の動画でご紹介しています。前回までにご紹介したことわざは説明欄にリンクを貼っておきますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。スペイン語のことわざシリーズ第7弾は、傲慢な言葉には耳を塞いでです。Vamos a empezar!その1、このことわざの意味。A palabras necias, oídos sordos。このことわざは、傲慢な言葉には耳を塞いでという意味になります。つまり、いわれのない評価や、妬みによる蔑みなどの不毛な言葉には耳を貸すな。つまり、他人の評価は気にするなという教訓です。現代の私たちには最も大事な教えの一つですね。その2、このことわざの単語文法解説。A palabras necias, oídos sordos。傲慢な言葉には耳を塞いで。A は前置詞で何々に。Palabras、これは女性名詞。Palabra は言葉。Palabras で複数形になっています。Necias、これは形容詞です。Necia、傲慢な。これは直前の palabras が女性名詞で複数形なので、それを修飾するため、necias、女性形で複数形になっています。oídos、男性名詞で、oído、聴力、または耳という意味です。sordos、こちらは形容詞です。ソルドは耳が不自由なとか耳が聞こえないという意味です。オイドスが男性名詞で複数形なのでここもソルドスも男性形で複数形になっています。全体で A palabras necias, oídos sordos 傲慢な言葉には耳を塞いでとなります。その3、このことわざの発音練習。まずはゆっくり発音します。私の発音の後に皆さんが発音するスペースを設けますので、字幕を見ながら発音してみましょう。A palabras necias, oídos sordos. A palabras necias, oídos sordos.A.Palabras necias, oídos sordos. すばらしいです。今度はもう少し早めに発音してみます。同じように私の後に発音してみてください。A palabras necias, oídos sordos. A palabras necias, oídos sordos.A palabras necias, oídos sordos. 素晴らしいです。最後に字幕なしで発音してみましょう。A palabras necias, oídos sordos. A palabras necias, oídos sordos. A palabras necias, oídos sordos.素晴らしいです。その4、このことわざと同じ意味の違った表現。一つ目の表現。No hay mayor desprecio que el no aprecio。相手にしないことほど強力な蔑みの方法はない。つまり、相手が何を言ってもそれを無視するのが、相手に対する最上の蔑みの方法ということですね。応戦するのではなくて無視。これは私たちの実生活にも役立ちそうです。二つ目の表現は、ladran, luego cabalgamos.
吠えさせて、その後我々が馬乗りにする。ラドラル、動詞ラドラルは犬が吠えるという意味です。人間に当てはめて怒鳴るとかガミガミ言うという意味もあります。ギャンギャンという人は吠えるだけ吠えさせておけば、あとは我々が思い通りに操るという意味です。吠えている人は好きに吠えさせておきなさい。そして実は後から馬乗りになってしまう私たちの方に主導権があるということまでほのめかしています。スペイン語のことわざシリーズ第7弾、高慢な言葉には耳を塞いで、いかがだったでしょうか。このことわざが役に立ったと思ったらぜひいいねお願いいたします。こちらのチャンネルではスペイン語だけでなくスペインの文化やスペインの世界遺産などを発信しています。チャンネル登録をしていただき、ベルのマークをオンにしていただくと、新しい動画がアップされた時にお知らせが届きますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。Muchísimas gracias por verlo hasta el final y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!